この後ね、ぼちぼちと。まだハンバーガーね、2つ残ってるんで、この辺り食べながらね、やっていこうと思います。ただね、今、食べ出してからね、思い出しましたわ。俺、夕飯食ってたね。そういえば。サイゼリアで。サイゼリアで食ってたわ。すっかり忘れてたわ。まあ、とはいえね、これぐらいは全然余裕なんでね。ハンバーガー4個ですからね。10個とかね、これが40個とかだったら食えるかってなりますけどね。まあ4個とかなんでね、ぼちぼちと食べながら雑談していきたいなと思いますので、またこの後もお付き合いいただければよろしくお願いいたします。私とマックの思い出ってなんだっけ？あ、でも、ハンバーガー20個事件があるんで、そのあたりの話とかしましょうかね。うん。さあ、ってことでね、まあ、お酒の入ったね、スプライト、ウイスキー、スプライトボールと言いますかね、スプライトにウイスキーを入れてやつをね、飲みながらやっておりますよと。タツタのね、どちらこうか。今ちょうどね、ダブルタツタのね、どこ？こうのがいい。あー、かぶる。あー、わかんねえ。ダブルタツタの、やりましたけど、あーとか、それを消せばいいんだ。余裕や。俺、頭いいなぁ。うん。ん？どっち行こう？こう。これ。よし。俺の顔どこから出せばいい？じゃじゃん。サムネイルよ。うん。ってことでね。うん。今、食べてきましたけどね。こっからはね、やっぱりね、お腹の調子、ハンバーガー2個でね。まあ、2個ぐらいでいいですよね。うん。調節しながら、マックの思い出ね。なんだろうな。まあ、マックってね、まあ、普段使いで使うような感じのところですからね。うん。まあ、そういう意味で言うと、なかなかね、思い出ってなるようなね、エピソードが生まれにくいところなんですけどね。一個だけね、ハンバーガー20個事件っていうのがあるんでね、それはね、よく覚えてますね。主人公はこいつですね、ハンバーガーですよ。これね、もうほんと昔、20年以上前ですね。昔、20年以上前、1999年とかそれぐらいの頃に、ハンバーガーが一時期半額で売ってたことがあるんですよ。確かハンバーガー100円で、半額の50円とかで売ってた時期あるんですよ。1個50円とかでね、ハンバーガー売ってた時期があって。その時期に、一回ハンバーガーパーティーをやろうと家でね、いうようなことになりまして、夕飯にハンバーガーを買ってきてくれと、当時高校生だったんですけど、夕飯に買ってきて、帰り道に買ってきてって言われて。で、ちょうど私の帰り道のところにマックがあったんですよね。なもんで、ああ、わかった、じゃあそこ寄ってハンバーガー買ってくるわ、ということになったんですよ。あ、そうか、今の子知らねえか。昔、金銭の中にあったんですよね。日永の金銭の中に。で、うちが隣のね、学校やったんで、帰りにそのまま金銭寄って、金銭で、じゃあどうするって言ったら、もうとにかくハンバーガーで攻めようってので、ハンバーガーとチーズバーガーが半額やったんで、ハンバーガーを10個とチーズバーガーを10個単品で買ってきて、持って帰ってきてって言われたんですね。で、合計20個を4人家族で食べようというわけですね。そうすると、1人頭、4、5、20でしょ、5個ですね。ってなるか、まあ、ちょうどいいぐらいちゃうのということで、じゃあ買ってくるわ、って言って買ってきたわけでございます。で、まあ、うちがね、カウンターのところで買って、ハンバーガー10個とチーズバーガー10個くださいって言ってね。で、買って家で帰ってきて、で、開けてみたら、なんとね、ハンバーガーが20個入ってたんですよ。で、チーズバーガーが0だったんですね。で、おっとっと。ね。まあ、半額やし、あれなんですけど、ね。で、まあ、チーズバーガーにね、20やったらあれやったんですけど、ハンバーガーの方が20になっとって、で、レシートを見てみたら、チーズバーガー10のハンバーガー10になってたんですね。なもんで、まあ、一応、なんか半額のこれで言うのもあれやけどなと思ったけど、一応電話をかけて言ったわけですよね。うん。ハンバーガー10とチーズバーガー10買ったんですけど、なんかハンバーガー20個が入っとってチーズバーガーが入ってないんですよって話をしたら、ここはね、さすが、マクドナルドさんですね。うん、大変申し訳ございませんって、すぐにね、担当の方、店長さんから、マネージャーさんからが、家の方まで飛んできてくれて、すいません、お待たせしましたってやってきてね、ちょっと確認させてもらっていいですかって言って、レシートを見て、で、現物見てね、ハンバーガー20個で、チーズバーガーないよって確認、本当に申し訳ございませんでした。で、で、取り急ぎ、作ってまいりました。チーズバーガーを10個と、ハンバーガーを10個。
いや、お注文通りの品を今お届けに上がりましたって持ってきたんですね。これじゃあ、もともとあったハンバーガーの20個は、って言ったら、あ、もうね、そのまま持って帰ってね、使うわけにもいきませんから、どうぞ、お召し上がりください。って言われたんですね。その瞬間、我が家には、チーズバーガーが10個と、ハンバーガーが30個、なんと家になるという状態になりまして、どうすんねん、これと。一人頭10個ですよね。で、しかもハンバーガー30ですかね。ハンバーガー30ってなかなかね、ボリュームありますからね。これですかね。一個二個二個ってなんだよって、かわいいハンバーガーですよ。さっきチキンタツタ見た後ですからね。いやね、全然かわいらしいやないのってないところですけどね。このね、ハンバーガーが30個プラスチーズバーガー40個が並ぶとね、一度に並ぶとね、今だったらね、本当にね、ね、ここぞとばかりにインスタにアップロードするようなね、レベルのね、段積み、ピラミッドのように山積みになってましたからね。で、それを食べるということをやってましたね。で、その時に最高記録を作りましたね。ハンバーガーを結局21個食べたんですよ。これはね、もう胃の限界が、私の胃の限界はハンバーガー21個って断言できますね。あれ以上食えない。ほんとギリギリでしたね。最後の15個で、13個か14個ぐらいまで、連チャンでハンバーガーで行って。いや、チーズバーガーの方が少ない上に、ハンバーガーか。あれ、妹だったっけな、お母になったっけな。ハンバーガーあんま好きじゃないってなって。で、私がもともとチーズがそんな得意じゃない人間だったり、特にチーズバーガーのチーズが苦手だったんで、いいよ、俺ハンバーガー食べるって食べとったんですけど、さすがに15個食べたあたりで、もう、ハンバーガー飽きて、普通のハンバーガー15個ですからね、さすがにしんどいと。で、チーズバーガーを久しぶりに食べましたね。で、そっからチーズバーガーを1個いったのか、1個いって、合計でですから、ハンバーガー20のチーズバーガー1でしたね。最後にチーズバーガーもう一回挟んだって、いや、いいやってなったんだ。もうなかったんだ、チーズバーガーが。で、頑張って21個食べたんですけど、他はね、皆さんね、4個5個食べたらね、もうお腹いっぱい、3個も食べればお腹いっぱいみたいになっておったんで、あれ？ことになって、結局どうしたんだっけ？冷凍庫にもとりあえず、かち込んで入れて、残った、10個ぐらいね、残ったね、冷凍庫に入れて、それからしばらくね、お腹が空いてた時のやつは、そいつをレンチンして、食べるというね、生活を送ってましたね、というようなこととかがあったのが、マックの一番の思い出はそれだな。つまるところ、結局、一番マックで好きなのは、この普通のハンバーガーかなぁとは思いますけど、まあ、大人になってね、チーズも食べるようになったんで、普通にダブルチーズバーガーとかもね、食べるようになってますけど、そんなところかな。まあ、あとはぼちぼちとちょっと YouTube の動画チェックなんかをしながらね、とりあえずハンバーグ食べていきたいと思います。なんかまた思いついたらフラッと喋るかもしれない。まあ、とりあえず、飛ばしてそのままエンディングかもしれませんけど、よろしくお願いいたします。さあ、ってことでね、美味しくいただいて、何の動画だったっけ？何の動画だったっけ？もう忘れたけど、まあ、結論、やっぱ結局、マックってハンバーガーが多いんだよなっていう感じになりましたね。っていう話だったっけ？何の話をしてたっけ？多分これ動画編集してる時に繋げれないレベルわかんねえんだろうな。思いながらね、まあ、とりあえず、このね、飲み方ね、この飲み方ね、足しながらやってますけど、何がいけないってね、後半ほぼほぼ原液になるんですよね、ウイスキーの。なのでね、酔っ払ったんですよね。さあ、分かってきたけど、もう飲まなくていいや。だってこれ、多分ほぼほぼ40度近くになってますからね、30度は多分超えてますよね。ということでね、まあ、ぼちぼちと飲みながら、これの編集、何かしら編集しながらね、一晩明かしていきたいなと思いますと、いうことでございますね。結局なんか追加のおつまみまでね、そうそう、ポテトサラダ買ってあったのをね、引っ張り出してきたりとかしてね、すっかり夜食モードになってますけどね、まだまだね、そ
と編集がね、またこれね、生放送とかの雑談で話すと思いますけど、だいぶとね、編集しないといけないのが溜まってますからね、そのあたりもね、やっていきたいなと思ってますんでね、こんなベロベロの状態でね、やっていくのかどうなのかわかりませんけどね、もうなんか寝て落ちしそうですけどね、まあ、うまいことやっていきたいなと思いますんでね、どうぞよろしくお願いいたします。ということで、この動画はこれくらいで以上で締めさせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。撮れてんだろうな。もうわかんねえよ。もう酔っ払ったかな。よし。